はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズ続けやっていきたいと思います。といってもね、一回ね、全部もう攻略したテリワンですね。それでワタボウまでいまして、今何やりたいのって話なんですけど、ここね、どれくらい集めたの、311種類仲間にしてるデータです、ね、ということで、このモンスターね、モンスターというかこのモンスター図鑑が全部で312種類いるんですよ。それでね、ここの142番以外全部も捕まえてます。それでね、テリワンでしかワタボウは手に入らないんで、ここじゃあどうして手に入れるのって話になってくるんですけど、これを手に入れると、ここが埋まるのかな、あ、もう埋まってんのか。多分ね、もう一体手に入るのいると思うんで、このワタボウをね、ちょっと交換します。イルルカの方でワルボウをね、手に入ってるんで、250種類以上ね、集めるとワルボウが手に入ってるデータがないとダメですね。でルカ編の方に入ってますので、とりあえずお見合いさせていただきます。はい、はい、それでね、お見合いの部屋、これ携帯電話ってなるんだけど、今もうね、これで交換できないんで、まあ、そこで手に入るモンスターも本当はいるんですけどね。これパーティーで連れてるとダメなんかな。これだね、ワルボウと、あ、パーティーにいるモンスターはお見合いでき出せないんだ。じゃあちょっと一回外しますね。あ、そうなんだ。はい、ではこのプチボウ、まあプチボウって書いてますけどね、ワルボウなんですけど、これ後のリメイクとかだとちゃんとね、まあワタボウとワルボウのなんか子供みたいなさ、子供が加えてるの、なんだろう、あれ、口に加えるやつあれつけてるのいるんですけどね。それと、まあ携帯電話の時のね、相棒ってのが実はいるんですよ。まあ今や絶対手に入れない幻のモンスターみたいになってますけどね、まあ、そんなのも本当はいますね。だけど今は手に入らないし、図鑑に載らないんで、ね。あ、そっか、同じ性別。まあ、面倒。そっか、オスメスか。じゃあ、配合してメスにしてこなくちゃないんだ。うわ、面倒。そっか、そっか。はい、ワルボウと、ワタボウね。いやー、とうとう来ましたね。あ、紅白まんじゅう。これで、テリワンの方にワルボウが来て、イルルカの方にワタボウが行きます。だからテリワンのところはね、データね、ちゃんともう一個取っとかなくちゃないよね。イルルカ用にね、イルルカのいるようにね、ルカはワタボウプラス16、ね、テリはワルボウの16ね。だワルボウなんですよね。で続きから遊ぶって、1番でルカやってるんで自分、こっちの、107時間、これだね。はい、おそらく、はい、312種類、コンプリート、なってますね。なんていうの？はい、あなたはついにすべての魔物を仲間にしたのよ。なんと図書館が始まって以来、テリーさんが初めてよ。その機嫌に代々図書館に座るこの卵をあなたにあげるわ。はい、何でしょうね。ということでコンプさせていただきました。テリワンでワルボウを手に入れるのはね、イルカやんなくちゃいけないですよね。マルタの精霊、いたずら好き、ね、説明ちょっと違うかな。大樹の精霊、いつもマイペース、まあ、ハテナって書いてますけどね。まあ、ホイミ、テツカード、フェロン、パルプンテ、マネマネ、口笛ね、まあ、こんな感じです。
それで、相棒っていうのがね、いるんだけど、それはね、今も手に入らないんで、ワタボウ、ワルボウみたいな姿したやつね。それと、あと、卵孵化か。これで何もらえたのってなるじゃないですか。はい、ゾーマズデビル、これ全部コンプリート312種類コンプしないと手に入んないです。なんかワルボー見た目違うよな。はい、これはねレアですね。メスなんだ。まあまあ、ゾーマズデビルだからね。まあ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 、まあどこだ。まあゾーマズでいいかな。アスラゾーマがゾーマって名前にしてるんで。はい。ね、このゾーマズデビルって、まあ、ここのねプレステ版か、全種類集めたら手に入るモンスターなんだけど、これもね図鑑載ってないよね。とはね、まあ、このゲームはねここまでの醍醐味で、だからラーミアとかもそうですけどね、テリワンでしか手に入らないモンスターね。だからハテナ系なんだけど図鑑載ってなくて、ね、ゾーマズデビル載ってないですよね。だから乗ってないモンスターです。ね。ラーミア、ゾーマズデビル、あとその相棒ってのが乗ってないかな。はい。ということで全部コンプできました。ね。まあ一番最終的に手に入るモンスター。これがね、今の、なんだろうね、テリワンとかだったらね、まあなんだろうね、卵から生まれたりとかちょっと特殊な方法だけど、まあ普通に手に入ったりする感じですね。だけど当時は、もう全部集めてやっとね、手に入る、まあ幻的な。モンスターだったんですよね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。じゃあね、テリワン最終回です。最後までありがとうございます。引き続きね、イルルカの方もね、まあこれをゾーマズデビルまでね、手に入れてね、全部ね、片方だけやっても、まあコンプとはちょっと自分の中で言えないかなっていう、だから312種類を3本とも312種類集めて、やっと達成したっていう感じになってますんで、自分の中ではね。まあ、本当に自己満足でやってますんで、よろしくお願いいたします。はい。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。